にちは、手塚さとみです。今回の舞台は私何年ぶりになるのかなっていうくらい本当に久しぶりで、30代の頃が最後一番最後が、パルコ劇場の、お芝居だったんですけども、まあ、その時はコメディで、コメディってすごく難しいなと思い、ちょっと悩みながら、子育てもしていたので、ちょっと私にはこの先舞台はもうないんじゃないかっていうくらい考え込んでしまったような舞台でしたけれども、で今回また久しぶりというか、本当にまさかこの私にこういう作品でお声がかかるとは思っていなかったので、逆になんかすごくやってみようかなというか、多分昔の私だったら、お断りしていたような作品なのかなと思いますけれども、今回は逆にそれを面白がってチャレンジしていけたらいいかなと思ってます。で、まあ、若い男の子たちほとんどうちの息子と同じぐらいなんじゃないかなっていうそんな感じですけれども、でましてやホストクラブも行ったことないんですけれども、実際ちょっと覗いてみようかなと思いながらも、この先どうなるか分かりませんが、舞台では、ホストにホストクラブに行って、お気に入りの男の子を見つけて楽しめたらいいかなと思っております。はい、楽しい舞台になればいいと思っておりますので、皆さんぜひご覧になってください。お越しください。お待ちしております。